はい、こんにちは、こんばんは、レイです。これからね、お宮に向けて、まあ、スーツで行きます。そしてネクタイを締めて行きますということで決めまして、で今回ね、何色のネクタイにするかっていうところをね、皆さんのちょっと意見もね踏まえてやっていこうかなというふうに思います。でまず最初のこのネクタイがですね、これ無名ですね。ちょっとどこで買ったかわからないんですけど、まあ、某イタリア製のネクタイになります。これですね、まあ、シャツが薄い水色とですね、淡い水色っぽいシャツで、まあ、ビジネススーツなんでね、ビジネスっぽさもありながら、ちょっとこの多少ね、まあ、遊び心も入れたいんですけども、これから何種類かネクタイやっていきますので、これがまず同系色、同系色のネクタイね。じゃあ取ったところ、取ったらどうか、まあ、こういう形になります。今わざとベルトを入れてません。これ本ちゃんの時はね、ちゃんとベルトするからね。あくまでもこれ今着替えの試着中なんで、まあ、こんな形です。2本目、某結婚相談所でいただいた、まあ、入会しなかったんですけど、結局ね、なんか入会前にプレゼントですみたいなことで言われまして、ピンクのシルクのネクタイですね。メーカーはよくわかりません。これ特に名前書いてないんで、まあ、多分来訪者向けのプレゼントのものなんでしょうけれども、結構ねこの手触りも良かったりしますけど、ピンクですね、ピンク系統ですね。こんなネクタイになります。はい、3本目、グレーですね。ちょっとシルバーが入ってる感じので、これはね、なんとルイ・ヴィトンです。ルイス・ヴィトンです。ルイ・ヴィトン、ルイス・ルイス・ヴィトン、ルイ・ヴィトン、ルイス・ルイス・ヴィトンって、こういう歌あったよね知ってる人は知ってるよね。あの YouTube でも流れてますんで、ルイ・ヴィトンです。これは3本目ですね。ちょっと年代物になりますね。あの平成十何年かに買っていただいた、ものになります。いただき物です。結構あの高額ですね。はい、4本目、薄いグリーンベースのバーバリーですね。でバーバリーチェックが入ってます。でこんな感じですね。これもなんだろう、女性からこれね見立てていただいていただいたものになります。金額は分かりません。これですね、これで、で、はい、バーバリーですね。ちゃんと入ってます。これはグリーンベース、薄いグリーンベースですね。ちょっとこう幅広になっちゃってるから時代をね感じさせてしまうかもしれませんね。まあ、さっきのビトンといいね、ほら4本ですね。ちょっとブルーに、なんだろう、このブロック調のチェックが入った、形のものになりますね。まあ同系色にはなりますけれども、菊池武雄ですね、 TK ですね、 TK で、こんな感じですね。で、はい、はい、竹尾菊池というふうに入ってます。で、まあ、これも女性にいただいたやつですなんでもらってばっかだなお前みたいなね。いや、いろいろとね、その時はねいただき物多かったのでですね、まあ、イケメンでしたからね当時はね、今は別として、これもでも平成の頃ですね、平成の頃のネクタイになります。まあちょっとねこの中でいこうかな。黄色っぽいのも欲しかったんですけど、ちょっと黄色だとね、遊び人っぽく見えてしまうので、
あの今日店行ったんだけどね、買おうと思って行ったんだけどそこやめました。で茶色っぽいのを選んだんだけど、なんかねバスの運転手みたいになっちゃうんで運転手さんがいけないってわけじゃないんだけど、あとはチェックの斜めのやつだと学生っぽくなっちゃうんでね、なんかブレザー着ている私立高校かなんかの高校生みたいになっちゃうんで、下がね顔は別としてね、だからちょっとそこはねやめました。で間違いなくスーツでは行きます。でまあ皆さんのねあのコメントでどの色がいいっていうのがね、あくまでもあの参考にさせていただきますんで、ね、俺の着てかなかったんか、私の着てかなかったんとか、ね、着てかなかったんかとかっていうのは悲願のはやめていただいて、ね、皆さんちょっと反応を見ながら決めようかなというところですね。ちょっとビジネスっぽくなりすぎちゃうのもどうかなっていうのもあるんですけど、落ち着いてる感じでね、一番最初のやつとかも、ね、なかなか落ち着いてる感じでいいのかなというところもあったり、まあいろんなピンクだの、遊び心入れたピンクだの、あとはこういうねブルーとかグリーンとかっていうね、ところもありなのかなという、何が正解不正解っていうのはわからないですからね。あとはこあの相手の女性の好みにね寄ったり、ね、してしまいますから、そのか他の方がねあのすげえいいと言ってもその女性がねあのなんだダセーなってなってしまったらそれまでのことなので、まあこれは時の運ということで、まあ無難なのをしていこうかなというところでございます。まあ久しぶりにあのスーツ着ました。あの本当に転職の今の会社入る頃のちょうど頃の 4年前だか5年前だか、その頃ですね、その1年前ぐらいにスーツ買ったんで、でそんなになんだろうね、あのやらしいタイトな形ではないです。ただね体型がちゃんとね、細身で引き締まってますんで、まあ、そこは救われたかな。これでお腹出てるおじさんだとこんなになっちゃうわけでしょ、こんなになっちゃうでしょ、それはみっともないからね、まあ別にそれはね、いろんな好みの方が言いますけれども、自分としては、まあこのね体型維持していくというのを一生やっていくという形はね考えてます。そして動ける体、そして健康な体、それはね意識して、動けなければいくら金持っててももう終わりですからね。まあ手厚い介護は受けられるんでしょうけども、体さえ動いてればなんとかなりますんで、生きられますんで、まあそんな形でね、明日挑んできます。お見合いに挑んできます。まあ相手はね美魔女で百戦錬磨っぽいんで、確かね相談所の方の方から聞いたのは、えらい人数ですね、その方に応募されてるようですね。で全てですね、女性側の方から断ってるというですね、会わずして断ってる方もいれば、会って断ってる方もいるという、もう正確な数字は言わないですけど、べらぼうじゃない数字ですね。この2年間ぐらいのかな、登録されて2年間ぐらいでえらい数のですね男性たちがぶっ飛ばされてるわけですね。まあ、その中でどこまでこの俺がね食い下がれるのかというところで、一つ注目していただきたいなと。本当にね会って出鼻で終わるのか、1回は持って2回目のデートで終わるのか、3回目で終わるのか、まだねこればっかりは分かりませんので、どこまでこの男はやれるのかというところでね、楽しみにしていただいたらというふうに思います。別に動画のためにやってるわけじゃないんですけども、どうせならひっそりと本来だったら婚活ってのはやるべきなんですけども、やはり同じように頑張ってる方ね、そして自分よりも下の世代だけども、そろそろ何年かで自分と同じ世代になっちゃうよって方ね、あとは若い人も何やってんだこのおじさんっていうね、だけどおじさんだって生きる価値はあるんですよ、楽しむ権利もあるんですよ、いろいろねやっていこうとねいうふうに思ってますんで、人それぞれが見下すことなく、みんなが幸せになれる世界がね来ればいいなというふうにね思っておりますね。世界平和を願う独身アラフィフ男、ひもてぶさめんの中ではナンバーワンイケメンという形でねやらせていただいてますんで、まあこんだけやってね
ぶっ飛ばされてきたら本当シャレになんないよね、これシャレになんないよね。まあでもしょうがない、これはね、こればっかりは相手の方の好みというのもあったりします。です。で逆にその方の性格とかいろいろ問題点があるんであれば、自分からお断りすることもありますんで、こっちが下手に出るんではなくて、あくまでも平等対等にやっていくと。そして2人で協力して一つの物語を作っていけるのかどうか、ここが重要になってきますんで、協力のし合えない人間とは自分は友達にすらなりたくありませんので、一人よがりやってもらう、くれくれっていう、そういうね、精神ではもう難しいんですね。お互いが一緒にやっていく、我慢するところもある、お互いにそれはそう、そして嫌なところもある、それはお互い様だからこそ協力し合う、それが必要になってくるんじゃないかというふうに俺は思っております。それでは皆さん、健闘を祈ってください。じゃあ。